長時間見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。どうでした？僕らもね一気にそうだね、見てコメンタリーとか撮ったわけなんですけども、ボリューミーだね。ボリューミードリーミーすごいね。なんかいや今時ね、うん、その大盛りみたいなのがあの喜ばれるのかとかわからないですよ、うん、でも結構たっぷりとしたたっぷりとしたものですよね、うん、これね。僕あのビールを3本ほどだいぶいい気分になってね、コメンタリーを撮りながらビール飲んだんだけど、やっておりますけれどもね、いや楽しんでいただけたんでしょうか ねこれからもどんどん続きますからね。もう何度もあのコメンタリーでは途中言ってるけども、うん、あの企画を考えてるみたいなレベルの途中みたいなもうどんどんやっちゃってるって言ってたよね。もう待てないよみたいな、うん、やってる、まだあの答え出てないけど出しちゃいましたみたいな、うん、そうですね、のとか、あとまあ途中に挟まってくるやっぱちょっと猟奇的な映像そうですね、まあ、あのディレクターの趣味が反映されたね、うんうん、ちょっと土地狂ったものがねいっぱい入ってますね、はい、そもそもその雑誌自体が続いてるとこがね、ちょっとすごいね、すごいね、いいね、あるんでね、はい、まあ皆さんのね、こう、ここで買ってくれた人もそうだし、うん、毎日買ってくれてる人もそうだしね、うん、そういう人のおかげでやってるわけなんですけどもね。そんなね、坊主の〇〇タイムのですね、はい、この DVD ボックスの、うん、なんと第2弾がおっと発売することが決定いたしました。いいね第2弾。いやもうだからまたあれでしょ、だからさっきのさ、うん、あのスタジオでこうジャーンとかやってさ、うん、何もそのスタジオの人たちに言わないでこう流しちゃってるみたいな感じで、うん、DVD も出しちゃうよみたいな、知るかみたいな、そういうムードで ね1弾出して2弾も出しちゃえみたいなそう反応待たずして、うん、勢いだけはあるからね、うん、勢いだけありますから、ね、やっていきたいっていうね、はい、じゃ今後もですね、坊主の〇〇タイムとファミツウェーブ DVD の方よろしくお願いします、はい、